はい、韓国の代表的なおかずであるキムチ、これを、韓国語の発音ではどういうかと言いますと、キムチと言います。これを日本人的な発音でいくとキムチと言ってしまいますけども、そうなると韓国人にはもう伝わらないというか別の単語になってしまいます。キムチでなくてキムチという単語になってしまいます。このムーというのは、ウというこの母音が入ってしまうので、これは韓国語では別途の単語になってしまいます。まあもちろんこのキムチというこの単語自身には意味がありませんけれども、この3文字の何かしらの単語になってしまうということです。ですから日本人がよく気をつけないといけないのは、この日本語自体がこの言葉の単語には必ず母音がつく、そういう単語が、ありますので、そういう単語にないてるがゆえに、この下の M の発音、金、まあ、このように口をこの閉じて、しかも無声音、金、これを日本人はキムと言ってしまいますけども、この金という癖をつけないと、なかなか韓国人には伝わらない発音となってしまいますので、その辺は気をつけていきたいと思います。ですから、キムチではなくて、キムチ。キムチです。